皆さんこんにちは。芝生で眠る犬こと柴犬です。今日は質問コーナーの回答をしていきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。どうぞ。簡単な自己紹介をしてほしいです。皆さんこんにちは。芝生で眠る犬こと柴犬です。好きなことは眠ること、お菓子を作ること、写真を撮ること、美味しいものを食べることです。1月22日生まれの水亀座です。いつかカフェを開くことが夢で、お犬のおやつを作って SNS で発信しています。どうぞよろしくお願いします。身長と体重はいくつですか？身長は155センチで、体重は芝生以外で眠ったすごい場所を教えてください。雪の上で眠りました。柴犬ちゃんの使っている香水を教えてください。白のホワイトリリーを使っています。これめっちゃいい匂いで本当におすすめです。お酒強いですか？めちゃくちゃ弱いです。お仕事は何をしていますか？デザインのお仕事をしています。好きな食べ物は何ですか？ハラミとホタテとアイスクリームとじゃがりこの九州醤油味が好きです。好きな飲み物は何ですか？お水とアールグレイとカルピスと飲むヨーグルトが好きです。嫌いな食べ物はマヨネーズと豆腐の厚揚げです。好きな色は何ですか？白です。好きな絵文字、ハンマークはありますか？のワンちゃんです。好きなアーティストを教えてください。と相対性理論と泉枕とラブリーサマーちゃんとタカヤンとレインニッチとずっと真夜中でいいのにです。好きな曲を5つ教えてください。あなたはタバコ、私はシャボン、鼓動、 You and Idol、 パンドラ、サイダーアクアリウム。好きな言葉はありますか？夢の続きが気になって二度で。好きな季節は何ですか？冬です。部屋の綺麗を保つためにしていることは何ですか？寝る前にお片付けをしたり、休みの日の休日の始まりに朝起きたらお部屋をこう綺麗に掃除してから一日をスタートしたりしています。大学生のうちにやっておいた方がいいことはありますか？いっぱいお出かけして遊ぶこと。大人になると結構お休みの日が貴重な時間になるから、学生のうちに行きたい場所は行くといいかもしれないです。あとは自分磨きをしたり、自分が何を好きなのか研究して得意なこととかを見つけるといいと思います。柴犬さんの世界観に引き込まれます。どうしたら自分の世界観ができるのか知りたいです。自分の好きをとことん研究することが大切だなと思っています。一本のペンと真っ白い紙を出して、私だったら私、例えばなんですけど、好きな色、白、雲、ほにゃっとした丸いもの、でなんかマインドマップを
書き出してみると、なんか私だけのジャンルとかヒントが見つかるかもしれないです。病んだりすることはありますか？もし病んだ時はどう過ごしていますか？病むこともありますね。その時はやっぱり落ち込んじゃうと思うし、そのことでぐちゃぐちゃな気持ちにはなってしまうけれど、私は好きなことをとことんして気持ちを切り替えます。なんか好きな音楽を聴いたり、友達と遊んだり、好きな食べ物を食べたりとか、なんか本当にもうどうしても無理みたいな時は携帯の電源を切って爆睡しちゃいます。惹かれる人はどんな人？男女問わず面白い人が好きです。あとは何かを頑張っている人、人付き合いで大事にしていること、感謝の気持ちを忘れないこと。やってみたい職業はありますか？メイド。最近ハマっていることは何ですか？メイクを研究することです。朝のメイクをする時の時間が大好きで、自分にどんなメイクが合うか、どんなコスメが流行ってるのか、とことん研究しています。柴犬ちゃんの着る服はドタイプなのですが、いつもどこで購入されていますか？好きなブランドがあれば教えてください。美容服はネットで買うことが多いです。インスタの広告とか投稿を見ていいなって思った洋服とか、あとはフラッと寄ったお店でこの服めっちゃいいってなったら即決して買っています。好きなブランドはマオノスケです。憧れ、目標の人やキャラクターはいますか？このあけびちゃんのセーラー服のあけびこみちちゃんが好きです。かわいい。柴犬さんのストレス発散方法は何ですか？好きなお菓子を食べながらゴロゴロしてアニメを見ることです。そのままお昼寝しちゃったり、あとはカラオケで歌ったりするのが好きです。おすすめの着心地のいい部屋着を教えてください。圧倒的にジェラートピケです。去年初めて購入したんですけど、なんか本当に肌触りがさらっ滑らかみたいな感じで本当に感動しました。日本人ですか？日本人です。に入りのお洋服を知りたいです。壁にかかっているあのワンピースが本当に好きです。この洋服はミスマインっていう通販サイトで購入しました。襟のところがパールになっていたり、後ろもなんか同じ感じの、なんていうんですか、セーラー襟みたいになってて本当に可愛いです。このリボンをこのミスマインで買ったワンピースに、このマズで買ったリボンを挟んであげるとめっちゃ可愛い組み合わせになって、このワンピースがめっちゃなんかリボンがくるってなっちゃうけど可愛いんですよね。めっちゃ好きです、この組み合わせ。服や物を買う基準はありますか？ときめいてタイプだなって思ったものはお迎えしがちです。あとは衝動買いをせずに長くよく使えるものを選んでいます。最近食べた中で一番美味しかったものは何ですか？じゃがりこの九州醤油味です。
YouTube ライブをしてほしいです。まだそう結構昔にそのラジオ配信とかはしてたんですけど、まだ本当にそれ以降全然やってないので、 YouTube ライブとかインスタライブとかやってみたいですね。シャレなカフェはどうやって見つけていますか？インスタグラムのハッシュタグで見つけています。例えば渋谷のいいカフェないかなって思ったら、ハッシュタグ渋谷カフェみたいなその感じでタグで検索しています。調べたら写真を見て気になったところを保存してみたいな感じで言っています。なんか今の時代ググるじゃなくてタグるっていうらしいです。将来どんな家に住みたいですか？一戸建てで日当たりのいいお家でいい感じの広いキッチンのあるお家に住みたいです。人生で一番恥ずかしかったことは何ですか？美容院で当時出汁カフェで働いてて、でお客様がそのご来店したら他のあの店員さんに続いていらっしゃいませってその続いて言うんですよ。美容院で私がそのお客さんとして座ってたんですよ。こう髪切ってる時だったかな。その時に店員さんが新規のお客さんが来ていらっしゃいませって言ったんですよ。で私お客さんだったのにいらっしゃいませってめっちゃ大声で言っちゃって、それがめっちゃ恥ずかしかったです。恥ずい。将来どんなカフェを開きたいですか？なんかほにゃっとした柔らかい雰囲気のカフェでお犬のおやつを出したいです。私は結構こだわり強いので、お犬のおやつ以外にも食器とか働く人の制服とか空間もより良いものにしたいなと思っています。質問コーナー、いっぱいの質問ありがとうございました。なんか質問答えるの楽しかったので、また機会があれば募集したいと思います。ツイッターとインスタもゆるーく更新してるので、よかったら見てみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。